ビッグマウスインタビュー、ビッグマウスインタビュー、ビッグマウスインタビュー。TGMX、タガミです。スキャフルキング、フロンティアバックヤードという番組をやってます。よろしくお願いします。お久しぶりです。お久しぶりです。もうそうなんですよ。でも今日スキャフルキングの曲からかけたので、はい、何何と思ってリリースでもあんのかいって思ったんですけども、ね、実は、はい、福岡でライブをやると。そうなんです。20年ぶりに20年ぶりです。もう本当に失礼しました。スキャフルとしてはですよ。はい、まあそのリリースがたまにあったりとか。そうです。はい、で僕ら牛宝って呼んでます。まあ東京周辺とかでは、はい、まあなんかこうライブやったりというのは見てるわけなんですけども、はい、どうしても TGMX 高見さん紹介するときは、はい、フロンティアバックヤードの活動の方がね、はい、割とこうずっと続いているので、はいはい、それでお越しいただいたことはあったんですが、はい、まあ一応今回はスキャフルキングの20年ぶりの福岡公演、はい、なんかちょっと恥ずかしいですけどもやってる、やってましたよっていう20年か、はい、じゃあもう DGMX も私も20代の頃そうですよそうか、そういうことですね。そうですよ、それは T シャツ短パンでしたもうね、キャップとそう絶対そうだったんですよ、はい、みんなね。へえ、スキャフルは最近だとまたやってたのはやってたんですか、ライブは。ライブはそうですね、年間にでもメンバーがいろいろバラバラなんで3本4本ぐらいね。で、まあ例えば誘われてお断りしてる案件とかもまああったりとか、たまたまこれはやりたい祝典にメンバーに行って会うっていうのだけあのやらせてもらう感じの活動。やっぱり牛歩だ、はい、メンバーがねその時にきちっと揃えるかどうかっていうのももちろんあるでしょうしね。一人はあのもう東京にも住んでないので、うんうん、なかなか練習も大変なんですよね、うん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 、なんでまあやれる範囲で楽しくやろうっていうのがまあ一番のモットーとしてあって、いいですよね、うん、それででもだから解散してないよっていうことで、そう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 それで来てくれるんだからこれはたまんないなっていう話になるわけですよ。ありがたいですよ本当に、はい、だから20年前に見たという人が、はい、どれぐらいあのできれば来てほしいです。あの、ね、若い子 もちろん見てほしいんですけど、うん、当時キッズだった男の子女の子たちTシャツはパンティータオル、ね、タオルを首に巻いてた人たち、そうそうそう、来てほしいなと。まあ子供をね産んで家族持たれてる方もいると思うんですけども、その日だけはちょっとやっぱりその牛歩活動が続いてると、はい、たまにちょっとあんまり行かないようなとこ行くと、はい、その懐かしい T シャツを着てくる人がいるでしょ。で、あのこの間昨日か、まあ、あの言われたんですけど、はい、その当時のライブ行きましたっていう方とか、うんうんうん、いますね、やっぱちょこちょこ、ね、はい、ありがたいですよ。それが嬉しいっすよね。だからその方自体も音楽を聴き続けてるみたいなので、うん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 、そういう方はなんかそういう人もいるし、まあ、もうだいぶ音楽もライブハウスも行かなくなっちゃったっていう人もいると思うんで、うん、なんか まあ、どちらも来てほしいですけど、まあ、久々にそういう、ね、あの楽しい若い頃を思い出して楽しんでもらいたいっていうのも、うん、まあ、あるかなっていうのもあります。いや、それが音楽のいいことですし、うん、はい、なんか自分たちもね、なんか精神状態によって、うん、あ、なんか未来的にあんまりうまくいきそうにないなとか思うと、うん、昔のことにちょっと戻りたい時ってあるじゃないですか。で、その時にはしゃいでた曲なんか聴いちゃうと、その当時に戻れるっていうのはまた力にもなるし、うん、僕ら自体もやっぱりスキャフルキングのリハもあんまりできないので、まあ、今年もメンバーにまだ会ってないですし、やっぱ会うと当時になれるんで、だから楽しいんですよね、やってるのは。いいことですよね、はい、もうなんかいいんだ、じゃあもう同窓会的にこう続いていくっていう感じに。僕らはもうそっちを選びました。楽しいな、うん、でもそのバンドがあるってことがいいですよね。そうですね、まあ、あのみんなと健康であるってことが結構重要かもしれない。この年になると本当そう、本当そうですよ。だから何年にいっぺんみんなで集まってた高校時代の部活の集まりみたいなのにちょっと近いじゃないですか。まさしく、まあ、同窓会まで言わないですけど、うん、そうなんですね。で、何々先輩は別れたらしいとか、はい、何々先輩病気らしいとか悲しい情報ばかり、そういう話がこう出てくるような中でも集まることだけでなんかね、すごくこう、そうですね、そこに行きたいと思える気持ちみたいなものに近いのかなっていうことになると、スキャフルキングっていうのはでもどういう思いでやってたバンドだっていうふうに 今もこうやって続いているということは、まあもともとはその洋楽フィッシュボーンってバンドに憧れて始めたバンドなんですよ。レッドットチリペッパーズが出たてとか、うん、その頃に、まあ、多かったミックスチャークロスオーバーロックっていうのに憧れて始めたバンドで、うん、でまあスカもやって
もちろん大好きで、でとその当時日本でも、まあ、世界中かな、うん、空前のスカブームがあって、うん、第三次スカブームで、そこってちょうどこう爆発的になんていうんですかね、世間に知っていただいて、うんうん、なんかそうこうしてるうちに自分たちがやりたかった目標をこうちょっと失いつつ、それでやんなくなっちゃったんですよ。なんか なんでこれやってんだっけみたいになって、じゃあしばらくやめましょうが20年じゃないですけど、まあだいぶ続いちゃって、でやんなくなってたはいたんですけど、まあなんとなくいろんな、例えばブラフマンのね、トシロ君に誘ってくれが無理やり誘ってくれというか、無理やりやれよって言われて、いや俺たちいいよって言ってるんですけど、やっぱブラフマンも大好きだから、はい、一緒にやろうよみたいな感じで、ブラフマンはよく一緒にずっとやって やらせてもらったりとか、まあずっとやってるんですよね。なるほどね、うん、じゃあ割とその初期衝動的なバンドっていうことになりますか、音楽としては。初期衝動を残しときたいなとは思ってて、だからなんていうんですかね、まあお仕事じゃないというイメージではいます。とにかく何か、バキッとかっこいいことが見せられればなっていう、うんうんうん、でもやっぱり当時その90年代に、はい、まあ、スカだったり、そうやってハードコアだったりミクチャーだったりっていろんなバンドがインディーからボコボコ出てきて、はい、それが全体の大きなムーブメントを作った時代でもあったので、やっぱりそこにいたってことですもんね。そうですね、やっぱり、まあ、僕らの先輩でもあります、ハイスタンダードだったりとか、うん、ロアイキウチさんだったりとか、そこにまあ僕がだったりブラフマン、ハスキングビー、うん、そしてこの一緒にツアー回ってくるバックドロップボムとか、うん、まあいたんですよ、うん、で、まあ、僕たちはラッキーなことに仲良くみんなにしてもらって、で対バンもさせてもらってという活動をしてたので、うん、まあ、そこだから今もあんまり変わんないですね。うん、みんないろんなスタンスでバンド続けてますけど、やっぱり会えば懐かしいし、うん、スルッと会話に慣れますしね。なんかそれがすごいですよね。なんかそこは不思議ですね。だから20年経っても、それより前の世代のバンドの人たちはそんなにみんなバンド同士仲良くしてない、うん、かもしれないですね。でしょ、どっちかっていうと、イメージとしてはそうですね。イメージとしてなんか僕らはまだ未だに遊んだりしてますからそうなんかそれがね、はい、今の時代にその SNS からでも見て取れるじゃないですか、はい、そういう人たちとこう、はい、高見さんとかみんなと一緒にいる感じとかも含めて、なんだろうこの人たちおじさんがはしゃいでるってそうなんでそんな楽しそうなんやろみんなみたいなのが出てるのがすごいなと思って、今もスキャフルキングやるとやっぱりみんなで飲んだり、ね、うん、居酒屋とか行くとなんか、うん、まあふざけてますよ本当におじさんがいい年のおじさんが何やってんだろうみたいないいな、はい、でもそれがやっぱでも当時はやっぱり90年代はそう言いながらも、はい、結構やっぱりガチガチなところもあったわけでしょ。やっぱりあったんですかね。でもやっぱり、うん、自分みんな各自、まあ、先ほど挙げたバンド、うん、各自みんな目標があってやってたと思うんで、僕らもなんか目標みたいなものがあってやってて、うん、たまたま続かなくなっちゃったバンド、まあ、僕らも続けられなくなっちゃったバンドですけども、うん、そういうのもいたりとか、例えばブラフマンバックドロップみたくずっとやってるバンドとか、うん、ハスキングビーはいっぱい一回解散してますし、いろいろですね。ですよね、うん、でもやっぱり音楽をやっていると、うん、好きな音楽のスタイルをずっとやってるのには変わりないですね。うん、じゃあやっぱり自由度が高かった時代なんですかね、す僕らの20代っていうのは。まあ癖が強い人たちが集まるじゃないですか。僕のイメージだと今の若いくて人気あるバンドは めっちゃみんないい子なんですよ。めっちゃこう挨拶もしてくれるし、うん、いい子だなって。で僕らの世代はみんな癖あるなって、変なやつしかいないっていうイメージですね。まあそれでも今だいぶ大人に皆さんなられたので、僕なんかもだいぶお付き合いしやすいですけど、癖強い人が多いですね。ねえ、まあそもそもラジオなんか来るかよバーカみたいな人たちが。まあ正直ラジオとか雑誌とかもあんま出てなかったし、うん、出ないですよね、はいはい、だからファッション誌とかなら出るけど、別にその音楽のそういうのとかは別に関係ねえしみたいな。出なかったですね。ですよね。でもなんで出なかったかわかんないですけど出ればいいのにな。本当ですよね。でもなんか若い頃のその やっぱアンチテーゼがあるかもしれないです。そうそうそう、なんとなく多分、うん、でも本当にそのインディーシーンがオーバーグラウンドしてた時代なので、やっぱり既存の何かに対しては、ね、まあやっぱりアンチテーゼがあったんだろうなっていうことですよね。大人になったらなんか変なこだわり持ってたなってすごい思いますけどね。いやだって敏郎だってね、うん、あんなおしゃべりになると思わなかった。あと 何年経ってこんな急におしゃべりになったのみたいな話ですから、うんうんうん、もうあるわけですしね、うん、いやでも面白いシーンだな。すごいな。面白いです。未だに面白いと思います。やっぱり各バンドのジャンルがくっきりしてるじゃないですか、ある程度音楽のラインっていうのが、うん、いわゆるこう、まあ、これ全然悪口とかじゃないですけど、うん、J ロックではなくて、そうですよね、各自の好きな音楽をずっとやってるっていうのが、うん、
うん、だバックドロップだと、まあ、基本的にはロックとパンクとヒップホップだったりとか、うん、そういうノリをずっとやってると思いますし、そうですよね、うん、僕らも聴いてる音楽はまあ全然違いますけど、やっぱりスカコア、スカパンク、うんうん、大好きですからね、やっぱりここがすごいってやっぱ思いますね、みんなそれぞれその音楽をやり続けて、そうですね、 でも今ちょっと話したけど、やっぱりその日頃プライベートで聴くものとはもうだいぶ変わってきてるってことですね。全然プライベートで聴いてるのはもう静かな音楽を聴いてる僕もね、残念ながらもう静かな音楽を静かな音楽、ピアノとかでいいんじゃないかなとか思う感じ静かな音楽を聴いてます、あ、個人的にはね。パンクも好きですけど、好きなんですけどね、あんまり、うん、いやでもそれは分かるな、はい、でもあの高見さん TGMX はまあそうやって若いパンク系のバンドとかロックバンドとかのねプロデュースとかもやるから、あ、そうですね、今言ったみたいにすごくお行儀がいいというか、うん、お行儀がいいっていうか、まあいわゆるちゃんとしてる、ちゃんとしたいいやつ、人としてちゃんとして人としてちゃんとしてます、そう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 、うん、それがねやっぱりその人たちだからこそ通じることもあるわけですからね、うん、そうですね、うん、だから、うん、偉いなと思います、若いバンドの人としてね、そう、もう時間にちゃんと来るとかもうすげえなとかそうなの、うん、俺らの時はねそれしてるとなんかダサい感じに見られたりもするし、そう、なんか結構まだインターネットとかないから炎上することもないから、やることがもう悪くても悪いっすよね悪いし、まあ、そのそんなにちゃんと時間に今みたいに厳しくないというか、いろいろルーズだったと思いますよ、ね、携帯も持ってないって、持ってたり持ってなかったりなんで、どうやってツアーやってたんだろうなと、2台で車回ってたんでどうやって待ち合わせとか、どこのサービスエリアで休憩するかとかも思い出せない、ざっくりやってるんですよね、うん、ポケベル持ってたかもしれないです、ポケベルはねそう、でもね大体だったよ、飲み会も何時ぐらいからみたいな感じだった、そうそう、うん、だからスキャフルのライブもなんか適当だった気がしますね、なんか社会的責任っていうのは感じてなかったと思います全く、いやでもそれが良かったんじゃないかなって逆に言うと思えるか、ね、なんか気が向かない時とかやっぱり10曲ぐらいでいいんじゃねとか言ってましたからねで本当に10曲ぐらいで終わったりしてもたんでいやでも昔そんなライブいっぱいあった、そんで別にお客様あんま言わないんですよそうだから今みたいにこのツアーのセットリストがね、うん、もう世に上がってることなんかも別になかったですし紙に書いたかみたいなぐらいの時代の話ですからそうですね、まあ、無責任なことをしてましたけどね、そうじゃないバンドもいたんでしょうけど、僕らは結構適当でしたね、いやでもそれが良かったんだと思うな、うん、なんかもうそれも自分の解雇主義なのかもしれないけど、うんうん、なんかそのアクシデントが起きるとか、はい、何か予定調和じゃないところが、まあ、みんな楽しみにしていたってことはもちろんあったと思いますもんね、はいはい、そうだと思いますね、なんか例えばですけど、それこそブラフマンとシロー君とかバックドロップタカとかがライブでこっそり来ててやるとか、うん、シークレットっていうのが昔結構あったじゃないですか、はいはいはい、今何でもこうゲストで参加しますので告知するじゃないですか、そうですね、逆に昔はシークレットでなんとかバンド出演みたいなのよくやってましたからね、一緒に座って内緒で静かにリハしてもらって、うん、なんかやってました、バックドロップボムともそういうのやってましたね、まあ、たまたまそのタイミングでそっちの方向行ってるとかね、そう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 、本当にそうです、うん、でノリで行くなんつって、うん、行こうよみたいなことやってましたね、そうだからなんか客席にいたりは今はするけど、うん、それをなんかサプライズで出るみたいなとこまであんまりなかなかやってないかな、うん、若い人たちは、うん、そうですね、見には行ってるけどみたいなことはあったりしますね、うん、そうじゃないですか、いやだからそのスキャフルとバックドロップボムが、そうだからこれ言ったら、はい、まあ、僕らの周りのバンド俺らも生きてって言ってる人もいて、そうでしょうねいやそうだと思いますよ、8月5日の水曜日にスカラエスパシオでやると、はい、そうです、また平日っていうのがいいですよね、きらびがいい社会人の方多いだろうに、いや本当本当そう、だからまたね、はい、その熊本とか長崎とか住んでる人、うん、からも来てほしいな、ね、で昔俺も福岡住んでてよくそういうバンド見たな、今地元帰ってっけどみたいな人が、そうです、ね、どれぐらい仕事早く切り上げられるか、そうどれだけお腹痛いって言えるかです、ね、もう含めてですけど、はい、やっぱチャレンジしてほしいなと思いますし、こんな機会はやっぱなかなかないと思った方が、そうですよ、次多分20年後ですよそうでもね、そうなると本当に誰か欠けてる可能性ももちろんありますあります、うん、僕らも含めてですけど欠けてる可能性はある、クリエンセンさんいないとか、いや分かんないからこればっかりは本当に分かんないですね、だからやっぱりこう行ってほしいなと思うし、はい、そうそう、うん、来てほしいです、こうちょっと無理して来てほしいです、ちょっと無理していく、うん、と何か
楽しかったこととか思い出せたりするし、懐かしいを連発すると思います、ね、うわーっていうやつを、ね、もうこの夏ぐらいは乗り切れるぐらいの何かもらってくれると思います。そうですね、昔の音楽良かったんで、それきっかけにまたね戻っていろいろ聴いてもらうのもいいなと思いますしね。確かにそうだな、うん、今実際みんなのプレイリストにどれぐらい昔聴いてた音楽が入ってるか、そう、うん、ね、2000年頃の音源とかやっぱりいいアルバムいろんな人出してますからね。そうなんですよ、うん、それでまた自分でプレイリスト作ってさ、ずっと聴くって最高じゃないですか、うん、好きなものを ね探求していくっていうのはいいと思いますけど、うん、本当になんと8月5日水曜日夜7時からスカラエスパシオでおチケット代が安いこと前売り4300円です。あ、これ安いんですか。だってもうみんな大人でしょ。あ、そっか、43,000円丸で1個つけましたみたいなねえ。だったらもうすでに現在前売り発売中ということなので、はい、よかったらと思います、はい、ねえ、すげえなー、うん、なんかこれは結構奇跡的な組み合わせで、バックドロップボムと2番でやるっていうのはもしかしたら初めて、地方では初めてかもしれないですね。あ、かもしれないんだ、うん、これは貴重ですね。貴重です、ね、はい、あの多分、うん、なんか全国に、まあ、スキャフルキング大好きな方がいるんですけど、やっぱ福岡行きますという方かなりいるんで、やっぱりいろんな、いろんなウイルスが出た。やっぱそうだね。いろんな、あの、いいウイルスが混ざり合うといいなと。その時にそこに行きたくなるのがもう出ちゃってんだね、やっぱりね。これが発表になってね。はい、いやそうですか、はい。8月です。はい。ちょっと先ですけど、はい、いや全然全然予定に入れてください。もう僕らも感じてると思いますけど、はい、田上さんもあっという間に時過ぎるじゃないですか。ねえ、びっくりするぐらい早いじゃないですか。そうなんですよね。だからもう8月なんてすぐ来ますからね。そうですね、はい、うん、ぜひ8月5日よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。今年はじゃああとはどんな感じになりそうなんですか。スキャフルキングはまあそれです、まあ、広島もその流れで帰りにやって帰ろうっていう、うん、あ、みたいですね。そうなんです、ね、翌木曜日に、はい、で、あとはまあ誘われたライブいくつかあるんですけど、今それをどうしようかっていう、うん、やっぱり予定、サラリーマンのメンバーもいるんですよ、はい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 、なので本当に会社の都合がっていうのも、まあ、そりゃそうだよなと思って。いやでもそれはありますよね、うん、僕も組みたいこうイベントで思うけど、やっぱり、はい、バンドのメンバー全員が音楽だけやってる人の方がやっぱり少なくなってきてるので、そうやっぱ音楽で、ね、ご飯食べてるなんて大変ですよ本当に、うん、なのでやっぱり週末じゃないと動けませんとかね、うん、そうそう、やっぱそういうのもいろいろありますし、うんね、お盆休みに絡めればみたいなこととかもいろいろあったりもするので、やっぱそれがもう一回一回がやっぱりね、もう特別になってくるんだなというのが僕らの年代で感じることですから、そうですね、うん、なんか一回一回を見逃せないし、やっぱり中止延期っていうのが続くとやっぱりね心がちょっと沈んでいっちゃうんでね、うん、そうですね、まあ、うん、僕らもなるたけその、ね、スキャフルキングという火はともその、ね、消えないように、うん、ちょっとでも活動していければ、そうですね。ね、全国に福岡にもいらっしゃるでしょうけど、そう、まあ、楽しんでもらえる方がいればいいなと思ってます。はい、ぜひ楽しみに行きましょう。はい、今日はスキャフルキング TGMX 田上修太郎さんにお越しいただきました、はい、田上さんどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ビッグマウスインタビューインタビュー